ポンジュノは、韓国の映画監督、脚本家、継承北道手口出身、母方の祖父は、小説家の僕や寿司園、韓国のいわゆる386世代の一人である。四世代学校社会学科卒業後、韓国映画アカデミーに再入学。1995年の 16mm 短編のインディペンデント映画、白色人が初監督作品となった。 アカデミー在学中に制作した短編、尻滅裂とフレームの中の記憶がバンクーバー国際映画祭と香港国際映画祭に招待され注目を集めた。東京の一編、シェイキング東京で助監督を務めた経験を持つ片山晋三によれば、元は漫画家志望で、日本では松本太陽、古谷実、郷田良家、 沖キュラ刑事などの作品を評価している。パク・キヨンのモーテル・カクタスで助監督、ミン・ピョンチョンのユリョンで脚本家を担当した後、フランダースの犬が初の長編作品となった。長編2作目の殺人の追憶では実際に起きた事件をもとにし、その事件を捜査する刑事たちを描いた。本作は韓国内で大ヒットを記録。同国の重要な映画賞である。 ーガネ賞で、監督賞、作品賞を受賞した。続く、グエムル観光の怪物マイナスでは、韓国の観客動員記録を更新して、アジアフィルムアワード作品賞などを受賞し、同国を代表する若手監督とみなされるようになる。2009年には、殺人の濡れ衣を着せられた息子を守る母親を描いた母なる証明を監督。カンヌ国際映画祭の ある視点部門に正式出品され、国際的に高い評価を獲得。第82回アカデミー賞外国語映画賞部門の韓国代表にも選出された。その他にも、日仏間合作のオムニバス映画、東京の一部として作られた、シェイキング東京をも、国際的に高く評価されている。2013年、グラフィックノベルが原作のスノーピアサーで、 クリス・エヴァンスやティルダ・スウィントン、オクタビア・スペンサー、エド・ハリスなどのハリウッドスターを起用し、ハリウッド進出を果たす。2016年、フランス共和国芸術文化勲章オフィシエを受賞。2017年には、ネットフリックス制作の SF 作品である、オクジャを発表。再び、ティルダ・スウィントンや、ジェイク・ギレン・ホールなどのハリウッドスターを起用し、広く注目を集めたが、 第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出された際、記者会見の中で審査委員長のペドロ・アルモドバル監督から個人的には劇場公開される予定のない映画は最高賞パルム、ドールのみならず他のどんな賞を受賞するべきではないと考えるという発言が飛び出たことにより議論を巻き起こした。2019年には現代の本国を舞台に 貧困層と富裕層の格差問題をエンターテイメントチックに描いたパラサイトハンチカの家族を発表。第72回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、審査委員長であるアルハンドロ・ゴンザレス・イニアリツ監督、率いる審査員の満場一致で最高賞であるパルムドールを受賞。韓国映画100年という節目の年においての初の最高賞受賞となった。 また、フランスでは、公開から、観客動員数170万人を突破し、イギリスでは、外国語映画としての興行収入で、歴代1位を記録。本国でも、観客動員数1000000人を突破し、日本では、韓国映画としての興行収入記録が、私の頭の中の消しゴムを抜いて1位となった。ヨーロッパやアジアでの成功だけにはとどまらず、 アメリカでも公開後から高い評価を獲得し、その年の年間興業収入で外国語映画として1位を記録。賞ーレースでも注目の的となり、第77回ゴールデングローブ賞外国語、映画賞受賞、並びに監督賞と脚本賞のノミネートを皮切りに、賞ーレースを経引し、アメリカ国内の映画賞において作品賞、または外国語映画賞を総なめにした。 その勢いは全く衰えることなく、第92回アカデミー賞で作品賞、監督賞など6部門にノミネートされ、第73回アカデミー賞で台湾映画のグリーンデスティニーで作品賞にノミネートされたアンリーに続いてアジア人2人目となるアカデミー作品賞ノミネートとなり、外国語映画として史上初めてとなる作品賞の受賞を筆頭に監督賞、 脚本賞、国際長編映画賞を受賞した。また、フランス版、アカデミー賞と呼ばれる、セザール賞では、韓国初の外国語映画賞も受賞した。アメリカのニュース雑誌、タイムが毎年発表している世界で、最も影響力のある100人のリスト、タイム100にも2020年度のアーティスト部門で、選出され、ティルダス・ウィントンは、推薦文で、 世界が彼に追いつく時期になったと思うと述べている。ありがとうございます。